ングルからこんにちは、ロアキングです。今日の企画はですね、はい、全方位モテアレンジです。おー、はい、謎の名前ですけど、本当ですね、どこにもモテると、はい、はい、お互いにやり合うわけなんですけど、私がきぬちゃんにやるのは男性とデートに行くときにモテるアレンジで、きぬちゃんが私にしてくれるのは女子会などで女子モテするアレンジと、うまくできるでしょうか。じゃあ早速やっていこうと思います。それではまず準備するのはこちら、バナナクリップでございます。顔の周りなんか残します？残しません。残しません。なんか残さない方がいいらしいっす。この耳の上の部分の髪の毛をざっくりと取ります。取ります。はい、はい、こんな感じでざっくり取ります。でこっち側の方も同じように耳の上だけ取ります。結構多分ざっくりでOK です。そうしましたらどちらもこうねじっていきます。お、待って、痛かったら言ってね。全然大丈夫です、私超必要いない問題なのかなこんな感じでねじります。はい、はい、ねじりましたら、他の髪の毛も全部一緒にまとめます。はい、こんな感じでね、持ち上げて、こんな感じでね、うん、はい、まとめていただきまして、そしたら下からバナナクリップを挟みます。挟めるかな、髪の量多いんだけど、ね、ちょっとなんか今不安。待って、挟めん、マジで。はい、挟めた。はい、そしたらちょっとだけほぐします。ちょっと引っ張る感じでちょっとほぐしますね。はい、きっと大丈夫。はい、こんな感じで出来上がりです。かわいい、こんな感じです。はい、ゆるくて似合いますね。しかもめちゃめちゃ簡単でしたね。簡単でも似合う。はい、こんな感じで完成でございます。イエーイ、早い。じゃあ私が次にロアちゃんにやっていきたいと思います。はい、じゃあまず、はい、ここをハーフアップします。ハーフアップします。ハーフアップしますわー、いい匂い、シャンプーの匂いがする。わーい、わーい、シャンプーの匂いだよ。シャンプーの匂いだ会話が小学生あ、でもロアちゃんもともとあれなのか、ショートなのか。そう、エクストラにちょっと難しいかもしれん。こっちも似合うね。いいね、いいね。やった、もう明後日ぐらいにショートしちゃうよ。そうなんだ。なんで飽き性だからね、どっちを長くやってやるってことができないんですよね。私もね、ダメなの。昔ね、すごい毎週髪色派手髪で変えてた人だから。そうなんだ。ピンクとか赤とか紫とかやってた。全然想像つかないね。ずっとそうで、だから髪の毛痛みすぎて切れちゃって勝手にショートになったの。あ、そうなんだ。そう、ブリティッシュすぎて気づいたら切れてた髪だけど。でもサラサラだよ。そしたら再度をぐるぐるぐるってして、ねじって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 こっちをねじって両方ねじんの大変だね、これ。そう、分かるでしょ、私の気持ち。分かった。結構両方ねじんの難しいなって思った。片方持ったまま片方ねじるっていう、意外と難しい。大変なことに。魔法使ってる人みたいになってる。魔法使いですね。よし、はい、そしたらまた、こんな、これバレッタがないとなんかすごい結び目が露出してるから。で、なんかちょっとほぐして、なんかもうほぐれてるわ、私の不器用さゆえほぐれている。エクステだからね、勝手にほぐれちゃう。はい、はい、行きました。こんな感じです。こんな感じで出来上がりまして、ハーフアップかなり久しぶりにしたよ。本当？うん。でもキムちゃんのまとめ買いも結構新鮮な気もするな。うん、珍しいかもしれない、うん、可愛いでございますね。はい、こんな感じ、すぐね、
慣れたら多分ほんとすぐできちゃう、うん、特にひなちゃんにやってみたらすぐね、うん、できるなっていう感じなので、パーティーとかにもね、ぜひやってみてください。今日の動画はここまでです。明日の動画はこちら、いちごビュッフェを食べていきたいと思います。テレビいちご狩り、はい、じゃじゃーん、参戦で、全部いちご、すっごい美味しいの、ふわふわで美味しいボケなしだから、あ、そういうのメルティーないから。